日本とインド、準同盟関係に。本日、日本政府が自衛隊とインド軍の間で食料などを融通する物品疫務総合提供協定に署名したと発表しました。さらに、安倍首相はインドのモディ首相と30分間電話会談を行い、安倍首相は、両首脳が インド太平洋ビジョンを実施に移し、両国間の特別戦略的グローバルパートナーシップをさらなる高みに引き上げることができたと発言をいたしました。現在、一部マスコミの報道において弾薬も融通するとの報道がなされてしまっておりますが、今回は自衛隊と インド軍は、準同盟関係にはなっておりますけれども、弾薬を融通することはありません。この協定においても、このように弾薬を融通するとは記載されておりませんので、皆様、こういった誤報に騙されないように注意していただきたいんですが、現状、 日本とえ、日本の自衛隊とインド軍においては、まあ、共通する装備品が少ないとして、今回は武器、弾薬の融通は含まれませんでした。ぜひとも日本政府とインド政府には、今後も安全保障協力を強化し続けていただき、将来的には日本を拠点にインドの 軍艦などが中国周辺に展開して任務を遂行できるような体制を速やかに整えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。